声、一つ目。県内で一番有名な高校です。生徒数が多く、歴史も長いので卒業生も多く輩出しています。運動部の活躍が有名ですが、それだけではなく、文化部などの活動も盛んです。学習面でも全国の有名大学の入学者数が毎年多いです。お疲れ様です。高校口コミチャンネルです。今回は文星芸大附属高校の在校生、卒業生の口コミをご紹介させていただきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。声、二つ目。ここで作新学院高校の基本情報をご紹介いたします。栃木県宇都宮市にある高校で最寄り駅は東武宇都宮駅となっています。偏差値は40から71。栃木県内だと2位、栃木県内の私立校だと1位、全国だと121位という結果になりました。声、3つ目。制服はデザインの変更が定期的にあります。2年前にデザインが変わったのですが、県内には珍しい色が使われています。その時代に合わせてデザインされているようです。好みがあると思うので、可愛いかどうかはわかりません。私的には今の制服より、一つ前の制服の方が好きでした。声、四つ目。栃木県内ではおそらく一番良い私立高校。球技大会が年2回もあったり、合唱祭、体育祭、学校祭、行事がたくさんありすぎます。勉強の方も、ここまで見てくれるのかというくらいに見守っていてくれます。声、五つ目。私はいじめに遭うのは聞いたこともありません。結構な頻度で悩み調査をしてくれたり、校則で縛られることがないのでストレスがかからないからなのかもしれません。また、怒ったとしても相談する専用の先生や部屋が多くあるので大事にならずに済んでいるのだと思います。声、6つ目。校則に関する口コミ、これにおいても学部によって異なると思いますが、私のいる栄新部だと制服はスカートはそこそこ膝上でも怒られません。第一ボタンは稀に注意されるが開けていても大丈夫です。頭髪は特殊な髪型でなければ、下ろしていっても大丈夫です。染めるのはダメです。声、7つ目。これは、栄新部においてしかわかりませんが、進学状況はとてもいいと思います。そして、栄新部の上にトップ栄新部という学部があり、胸は同じなのですが、勉強内容は進んだものを取り扱っています。成績状況によっては、栄新部からトップ栄新部に上がることもできるので、自分に合った勉強ができます。声、8つ目。体育館は温水プール、トレーニングルーム、体操の施設、バスケ部のコートなどがある総合体育館をはじめ、約4つの体育館があります。校庭も約3つあります。高校が使うのは一番大きな校庭が主です。図書館はとても大きく、自習スペースもあります。声、9個目。東服はキャメルで嫌がられたりもしますが、在校生はみんなとても気に入って着ています。田舎っぽくない都会の高校というおしゃれなデザインとなっています。差し色として、栄新部は青、総合進学部はピンク、情報科学部は緑です。夏服は学部でボタンの色が変わるだけです。最後、声、10個目。新しく、アカデミアラボという建物が私の入学した年にできました。そこではアクティブラーニングに重点を置き、有名な大学の先生をお招きして英語のみの授業を行ったりもしました。先生方も初めての年で試行錯誤しながらでしたが、だいぶ改善がなされていると感じます。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。今後の励みになります。動画に関する口コミもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。